大事ですか？大事ですよ。今となっても毎日ライブができますけど、私たちの時代はライブができることが本当にありがたいことで、であのアイドルファンの人じゃなくって、そのつけ麺を目当てに来ているそのサラリーマンさんだったり、普通の、まあ、学生さんだったり、たくさんいる現場だったので、もうこんなに今までの違ったファン層の方の前でステージングをするので、すごい成長できる大切なライブだと思います。一気になんか変わったっていうか、先輩の中に一人だけ入って、なんか普段仲良くしてた子たちも誰もいなくなった上でだったので、すごい不安ばっかだったし、正直楽しいとかあんま正直なく少なくって、もう緊張と不安ばっかで、トッピングガールズの時はトッピングガールズの時代でダンスをいっぱい練習して、それでスチームガールズに急になって、その時にその練習の成果がすごい出てるって言われたので、すごい成長したんじゃないかなと思います。今新人の子たちが新しくトッピングガールズファイナルで、はい、これから活動していくじゃないですか。その子たちはやっぱりトッピングガールズを終えた頃にはまた一皮もったかって、そうです、絶対に成長できていると思います。やっぱり私自身トッピングガールズというユニットをやって、すごく自分自身成長できたかなとも思ったので、すごく自分の計りになると思います。トッピングガールズファイナルのメンバーが全員決まりました。はい、決まりました。どうですか？いやー、なんかもうなんか嬉しいし、なんかもう本当に頑張る気持ちですごいいっぱいで、なんか練習すらもすっごいドキドキしてて、なんかずっとなんか夢見てるみたいで、なんかステージのなんか妄想とかしちゃって、すごいなんか楽しみです。自分かもって思ってました？いや、思わなかったです。なんかもうなんか一番最後に名前呼ばれて、それでなんかそれまでは呼ばれないからもうダメかなって思ってたんですけど。発表された時どうでした？はい、すごいびっくりしたんですけど、すごい嬉しすぎてどうしようかと思いました。トピガを落ちてから、彩香さんと同期なんですけど、二人の違いって何だろうって、こう愛理が落ちたのは何がいけなかったんだろうって考えたんですよ。ただ自分は多分何の成長もしてないんですよ。何もかも中途半端、あの MC はしてても結果が出なきゃ意味ない、動員も全然増えないし。でも今回落ちてから、逆に落ちたことによって頑張れます。なんか絶対に追い越してやるっていう目標ができてから、頑張るしかないです。生まれ変わります、今までの自分とは。さよならです。